愛深きゆえに人は苦しまねばならない。愛深きゆえに人は悲しまねばならない。愛深きゆえに。ということで、本日は、サミーのショールームにやってまいりまして、ツインエンジェルパーティーを追っていきたいと思っております。まあ、私で視聴率打つのもね、心もとないということでですね、強力な助っ人をですね、今日はお二人お呼びしております。この前の記憶に新しいディスクアップ選手権ですね、法人対抗でやらせていただきまして、貴重なグループからですね、なんと3位ということで輝かしい成績を収められました。役職の方お呼びしたいと思います。カモン田上くん。どうもどうも。先日はね、お疲れ様でした。はい、いえ、どうも。いや、本当によく頑張ってくれててね、悔し涙まで覗かせるほど、やっぱ闘志というかね、どうですか。めちゃめちゃ悔しかったですね。ね、はい、それほどスロットが好きっていうのがね。そうですね、やっぱ垣間見れたというか、めちゃめちゃ大好きですね。だ、そんな田上くんとこのツインエンジェルパーティーをね、丸裸にしていければなというふうに思うんですけども、もう一人素敵なゲストをお呼びしておりますよ。ほう、なるほど。はい、いきますよ。愛深き、もういいですか。もういいですか、ね、もうちょっとお腹いっぱいです。お腹いっぱいです。では普通にいきますね。普通で。ゼンツさん、いでよ。どうも、ゼンツです。あ、いらっしゃいました。初めてのメーカーにお邪魔するということで。ああ、そうですか。下がプルプル吹いております。あと、いつももっとホールさんの屋上とかで声張って喋るんですけど。なるほどなるほどなるほど。さすがにここではちょっと控えボリューム控えて、なんかコスプレがちょっと若干ね、なんかお互いになんか、そうですね、だいぶ僕だけ普通ですけどね。そうそう、だいぶ普通で、しましまで来ようかなと思ってたんですよ。ツインエンジェルのはるかって。なるほどなるほど、ね、いよいよ収拾つかなくなります、ね、そうそうそれやるとね。なんか意気込みなんか、もし全然からあれば。そうですね、まあ、今日も、まあ、ツインエンジェル好きでずっと打ってますんで、まあ、いいとこ見せれたらと。あと今日、対決もやるんですよね。もちろん、そうですね。一応ルールはまた後で出てくるかと思いますけども、はい、ちゃんと罰ゲームも用意してやっていこうと思ってます。まあ、それならもうしっかり勝って。そうですね、借りたいです。まあ、私引きお化けってよく言われてますから、その辺がねどうなんかなって、根拠も見せれるのかなっていうのがありますけどね。はい、え、いや、僕もブレーコーで、はい、まあ、投げ倒していきたいなと思ってますんで。よーし、よし、そういうのね、うん、もうとりあえず片っ端から、はい、ぶっ飛ばしていく感じで。いい三つ巴になりそうですね、これは。そうですね、うちは七瀬とかがお邪魔してると思うんですけど、はいはいはい、ちょっとパワー不足なとこあるじゃないですか。そうですね、いや、全然やれてない。やれてないですね、はい、全然やれてない、うん、だからちょっとジャンバリ読んだらあんまりやれへんみたいな、なんのもあれなんで、ちょっと僕はやらかし、ね、やらかして帰りたいです。なるほど、わかりました、はい、そういうことで、はい、早速勇気していきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。それでは回収よろしくお願いします。お願いします。スペックだけ簡単に僕の方から説明しますね。うむ、はい、お願いします。 A プラス AT 機でございます。サミーさん最近よく出されてますけども、はい、その中で、まあ、設定1でもボーナス加算199分の1、チャンスエリー、まあ、チャンスゾーン、当選ケーキですね、うん、もう199分の1で、まあ、ざっくりこれだけ聞いても設定1でも100分の1チャンスがあるよというスペックになっております。まあ、AT がね、ちょっと今までのツインエンジェルとは違って、まあ、2段階になってます、うんうんうん、まあ、それは、まあ、また AT 入ってからのお楽しみということで、うんうんうん、はい、まずは、まあ、ボーナスなりチャンスゾーンなり、そこから AT エンジェルチャンスを目指しましょうというゲーム性です。舞台はこれエジプトとか、なんか、はい、こう砂漠というか。舞台はね、はい、テーマパークです。あ、テーマパークなんですか。テーマパークです。今まで学校とかやったんですけど、このなんか砂漠とかこうピラミッドとかあったらね、はい、私の故郷のようになるほどね、思えてならないが、これ何部作目になるんだ。6作目、はい、もう5号機の中でそれだけの歴史を刻んでるっていうことですか。いや、そうですよ。もう元祖燃えスロと言っても遜色ないツインエンジェルでしたからね。なるほどなるほど。初代デビュー当時は打つのは正直抵抗ありました。あ、ちょっと恥ずかしいなと思ってましたけ ど、うん、いや、もういい台なんですよ。あの時でもそれなりに積極的に各メーカーね、コードで出してたかなっていうのは。そうですね、ついていけないです。
一人だけちょっとそうなんですよ、一回り以上年が違うという。田辺君いくつでしたっけ。今年で24になります。若いな。若いですよね。僕38ですもん。38ですね、はい、私が今年41歳ですから。一番若い方から順番にだんだんこういうのもなんですけどかっこふざけていくっていう年を重ねるごとに。まさかの。そうなんですよ、僕から、はい、こういう大人を目指していただければ。そう実際導入されたらマイストロは使ってくださいぜひ。まあ子役ももちろん数えてくれるんでしょうけど、ね、マイストロの子役カウントのシステム自体もちょっと変わってるらしいんですよ。これ見なければ分かんないですけど、まあ、使えば使うほど役に立つようになっていきますよっていうシステムらしいんで、ぜひ使っていただければ。そうですね、なんかレベルが上がるたびに情報が公開されていて、はい、でマックスになったらもう全部公開っていう。そう、これなんか逆押しがどうとかなんかそういうのあるんですか、判別みたいなの。これはね、はい、まだ模索してます。あ、なるほど、はい、今までは純粋なボーナスっていうか、まあ、A の部分があってなおかつ5ライン有効ラインがあったんで、まあ、いろいろあったんですけど、今回中段1ラインなんでちょっとね難しい。まだ難しい。なるほど。さあ、で僕チャンス目 B、 一応期待度がかなり高いやつです。あー弱いですね。弱いけどこれで当たるのもツインジェルですから。あ、まあ当たらないですけどね。で多分チェリーも、今回リプレイなんで、リーチ目を多分出しに行きやすいと思うんですよね。カバンは斜めの方が厚いんですか、それとも。いや、カバンは強弱みたいなものはないです。ないんですね。あ、それですね、富さん、はいはいはい、狙えって言われたらもう、素直に狙ってください。もうこれは普通に順押しでもいいんですね、はい、順押しでもいいです。で、チェリーが3連止まればチャンスゾーン、はい、くるみずがらが3連止まればボーナスって感じです。お、これチャンスゾーンです。チャンスゾーン、これクリアすればエンジェルタイムに行くんですけど、設定位置でもだいたい 35% ぐらいクリア期待度があるらしいです。4回ベル引いたら終わるんですけど、はい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 、はい、そのベル感はまればはまるほど右下のメーターが上がってきます。で、メーターが上がれば上がるほど、うん、ベル引いた時にサブ液晶のレベルがいっぱい上がるよっていう感じになります。で、10段階でまあ高ければ高いほど AT 期待度上がっていくよっていう感じです。さあ僕もチャンスいきました。早っ。これもバチバチですよ、いきなり。これで1回目、はい、おお赤レベル3。まあここがレベル何までいけばどうなんかっていうのはもちろんまだ不明ですけど、そうですね、まあやっぱり6とか7ぐらいまでいったらまあチャンスはだいぶチャンスなんじゃないかなっていう感じじゃないですかね。ちょっと弱いかな。あ、3か、3はだいぶきついですね。チチアピールからの、おい、さすが3でいく。次回王国エンジェルチャンス、幸先いいじゃないですか。いいっすね、いいですね。だから低くてもいけるっていう ね、なんかそうっすね。あ、でもあの後だいぶベルが連チャンしてたんで、はいはいはい、警戒数の後になんかそれもひょっとしたらっていうのがあるかもしれないですね。だ、例えばこれがなんかいわゆるねショールーム用の設定なら、うん、あ、はいはいと思うんですけど、はいはいはい、これ、まあ、ガチ6なわけじゃないですか。だか意外と意外といけるってことですね。なるほどね、うん、そうですね。トビさんの見てればレベル9になってました。気づけば、はい、レベル9はさすがに、これはいくでしょ、 でしょ。これはもうクリアすれば AT に行くっていう、はい、ボーナスではない、エンジェルチャンスです。まあ、ボーナスは今例えばレア役引いてボーナスが当選する可能性もあるでしょうけど、基本はエンジェルチャンス、 AT チャンス。あ、行かない。嘘。いや、もう無理やったってことですかね。マジ。あ、ダメ。あら、これは やばないですか。全然これやばないですか。よかった、これ外したらやめるとか言わんでジャンバリやめるって言わんでよかった。いやちょっとね、どうなんですかこれ、ジャンバリさん。これいやいやいや大丈夫です いですか。はい、カットしてもらうんでダメダメあ、ダメですか。めっちゃ出るこれ、ね、これ揃うと揃うと、それは揃った。前振り完璧。さあ何でしょう。セットストックってあるんか。いや、基本的に
エンジェルチャンス中にボーナスもしくは3連チェリーを引いてデートタイムに行くのが目的のゾーンなんで今。あ、そうですね。ボーナス同色。はい。いやいいですね。いいですね。流れ的には。それだけめっちゃいいですね。まあ、今日一撃バトルなわけじゃないですか。僕ら見てないところでこっそり1位とかになってないですかね。こっち。それはない大丈夫ですか。出た。悪い笑い声が。私はそんなね姑息なことはしませんから。そうですね。もう正々堂々とねやっていきたいと思います。はい。お、いやこれのボーナスタッチが本当に分かんないですよね。でミドルボーナスの時にキャラが全員集合すれば、エンジェルチャンスに入ります。赤い吹き出しだけ出ました。おーしおしおしおし。チェリー歴代のツインエンジェルシリーズ、このチェリーとスイカの出現率と、あと同時当選期待度自体は高性能が高いっていうんで、今回も多分そうやとは思うんですよね。あ、それでもしボーナス当たってボーナス入賞した時にプッシュボタンを押せばサイドランプが光るんで、チェリーやったら赤色とか光ってくれるんで、あの何で当選したかっていうのも分かります。さあそれがトミさんデートタイムです。あのエンジェルチャンスはあのゲーム数管理なんですけど、デートタイムはサマイ数管理になります。なるほど。これはなんかちょっとこだわりがあったとお伺いします、開発の人が。そしてデートタイム中にやるのが、はい、液晶左下にあるハートマーク好感度のそのポイントを貯めていくんですよ。あ、はいはいはい。でベルとかリプレイでも貯まることあるんですけど、基本レア役で貯めます。で、サマイ数がなくなった時に継続抽選をその期待度によって変わりますよ。これボーナス中にどういうあれで当選するんですか。今トミーさんの場合は、はいはい、エンジェルチャンス中にボーナス引いたんでもう 100% デートタイムに当選します。レギュラーでもいきます。なるほど。お、サロメちょっとチャンス。あ、それはね次回予告も出ちゃうよね。ちなみに僕今一番遅くで201ゲーム、まあこれボーナス ほぼ当たったと思うんですけど、設定変更後は333ゲームが天井になりました。天井でデートタイム行くっていう仕様になってます。はい、ということでビッグボーナス。さあ僕の場合は通常時にビッグボーナス行きましたの場合は、うん、エンジェルチャンスに基本当選します。ただ一部でデートタイムに当選することもあるようです。やっぱりボーナスの引きどころもにもよるってことですね。伸ばし方だとね。まあ、そうですね。まあビッグはほぼほぼお得っすね、いつ引いても。これ誰がいいですか。じゃあ私の、あでも悪くないです、トミーさん。悪くないチョイス。デートタイム、ね、ラスト43枚ですね。43枚。これ固定ですか。50枚以上です。70枚スタートの時もあれば、いろいろスタートあるみたいです。一応じゃあ私は50枚でスタートしたと。今回ね、6種類通常時ビッグを選べますと、注目はなんかやっぱこのディスカップのやつなんですよ。僕ディスカップあんまり打たないんでやめます。ディスカッパーも私に任せてください。それはそうやな。任せますね。まあ、田上君は法人対抗のディスカップ選手権にも出場しまして、なんか入賞というか、そうです、個人の部でね、はい、3位という輝かしい成績を。すごい、はい、でもね彼はそれにやっぱ満足してなかった、はい、大会終わってマネージャー悔しいっすみたいな感じで、ちょっと涙してて、へえ、熱いなこいつと思ってね。3位で終わってから控え室で、はい、もうずっとなんかげんなりしてて、もうまさにあれだ、スポーツじゃないですか。ここまでこだわるか勝ちにっていうのをちょっと垣間見ました。やっぱ彼のそういうところをあくびしながら見てましたけど、ね、ダメ上司。ダパーボーナス、これはね前作でいうロリロリみたいな感じです、はい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 、で、あのマイゲーム上乗せ抽選します。転んだら上乗せします。で平均値を、32ゲーム、さあ、30ゲーム獲得しました。ちょっと少なかったですね。さあでこの30ゲームの間に僕もボーナスか3連チェリー頑張って引きましょうねって感じです。成功。キュンキュンしました、トミさん。キュンキュンした しました。あ、よかった。ご褒美タイム。これ1ゲーム完結の上乗せです。はい、50枚でこれ繰り返すんですけど、はい、3セットごとにプラスアルファのおまけがついてくるって感じです。
ただみくんが通常か大丈夫か。あ、僕もチャンステリー行きましたね。これもちゃんとものにしたい。僕は終わりました。109枚、今のところトップってことで。いやいやいや、僕ちょっともう全然終わる気しないですけど大丈夫でしょうかね。確かにちょっと強い感じを出されてます。キュンキュンバズル、うわめちゃめちゃうまいじゃないですか。やべえ、あれちょっとなんかさっき一回今のチャンスを見てたんですけど、もっともっと苦労してたんですよ。あれこれはなんかおかず交換ラッシュですよ。これ特化ゾーンです。特化ゾーンですね。よいしょ。これはどういう、毎ゲーム上乗せする特化ゾーンですね。よいしょい。で、今サブ液晶になんかおかず、はい、まあ、おかずじゃないのもありますけど、出てるじゃないですか、はいはい、それが基本下の方がレアなんですよ。レアなほど上乗せ枚数も大きいと。へー、おいしょい、楽しい。タコさん、110枚、はい、で僕は狙いから揃いました。そのままくるみがで揃ったんで、ビッグ以上ですね。あ、いいね、ビッグ。さあってことでバーズ、あ、ほらほらほら、これデートタイム直接行くやつ。あ、これが詳細知らないんですけど、まあ、高設定の方が行くんじゃないとは思ってます、個人的に。ブイ、さあ僕もおかず交換ラッシュ、おかず交換ラッシュ行きました。さあということで上乗せ130枚トミーさんを超えました。僕の勝ちです。いや、そういう勝負じゃないんでね。違いました、はい、あ、デートタイムついた。あ、もうなんならあの2人とも解説とかそっちの方回っていただいて、ちょっと私デート楽しむんで、すいません、ちょっとワールド入ってくんで。まあ、ワールド言うたら我々の世代で言うたらもうなるほどザワールドですけどね。めちゃめちゃ懐かしいですね。なるほどザワールド知ってる。知らない、知らない、なるほどザワールド。何知らんふりしてんねん、まあ、やっぱ知らないんですかね。ほんまに知らないですよ。はあ、これご褒美タイムがなかなかいいですね。だからまあとにもかくにもやっぱりボーナスとかそのチャンスシリーを引けるかどうか。だいぶまずい感じの。まずいですね。これデートで継続しなければ終了、通常に戻るっていう。終了です。184枚暫定1位。これ AT 終了後のこの画面タッチも多分何か秘密あると思うんですよね。ありますね。あ、終わっちゃうんじゃないですか、まさか。これ継続抽選というかこのチャンスゾーンに行くんですか、必ず。そういうわけではなくて、種類が、3種類4種類ぐらいある中の1つです。あ、さっきのあのパネル抜いたやつもそうです。お、赤 や、 いや、赤はさすがに、さすがにね、ほんまに言ってもうた。さあ僕は終わりました。終わりましたとか、まだ終わってないです。これです、こんな感じです。いい子役を引けば行くほどチャンスって感じです。めっちゃレア子役くんな、これ。しかし、あ、何も引いてない。よし、いや、もう一個。ああああ、うまっ。うまっ。終わっちゃった。はい、ということで僕が3セットの450枚。これは資産あるんですかね。いや、これはね、資産今まではないです。おおおおお、すごいすごい、高校生じゃないですか。おお、すごいすごいってコメントがすいません。すごい、もう1000枚目前じゃないですか、言ってる間に。いや、ちょうど反対側に逆のことしてるやつがいますから。これが全部6なんですよ。ねえ、ねえ、こうなるんですよ。こうなったらもうあれか、フリーズ引くしかないか。フリーズはどれぐらいの確率なんですか。不明ですね。不明ですね。デートタイム6回成功確定するんで結構強いんで、まあ、6万5000とかぐらいはしょうがないかなと思います。なるほど。残念。777枚。デモ機とかでよく見るやつですね。
さあということで後半戦始めますが、そうですね、前半戦はなんと、まあ、私が一応777枚、僕450枚でした。私確か185やったかな。そんな中後半戦トミーさんがチャンスゾーンスタート、そうですね、僕ボーナススタートです。そうですね、コリビックならもう AT からスタートです。で私は、うん、あの天井でデートタイムいきます。555ゲームですね。はい、555で、はい、それぞれに見せ場がからスタートということで、ね、はい、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。さあ犬ボーナス、まあでもレベル9でもね誰か外しちゃうぐらいなんでちょっとね、いや安心はできない。はい、言われちゃった。カットしてもらおうと思ったのに。あら、ボーナスリーチ迷惑。あ、あれだ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 、レベル7まで上がってます。よし、赤カットイン。よー、素晴らしい。ここでも変えれる。いや、そうなんですよ。じゃあドットチャンスで、それがディスクアップライクの、いいな、これめっちゃいい。これリリカ踊ってる。お、キャラリン、キャラリンはディスクアップならレア役、チェリオは追加。あれ、チャンス目 A があるんで、これ、あー、なるほど。え、まあなんか当たってる可能性はありますね。これ入ったんちゃうんすか。当たる、ほー、いいね、これめっちゃいい。これ俺あの音楽で気づかんかったんすけど、押した時のあのスタっていうやつあるじゃないですか、はい、リリカちゃんがストップイットって言ってるんですよ。へぇ、すげえ、もう凝ってるな。じゃあダブルでたまらんすね。ようやく僕も土俵に立ちましたよ。まずはやっぱ何やかんやってもデートタイム行かないとっていうとこはあるんで。そうですね、本当に。ちなみにこれ確かマックスになった状態で、それ以降の抽選はおかず交換ラッシュとか上乗せ特化ゾーンの抽選、まああんまり損はないと。終わっちゃいました。わあ、これでおしまいかな。298枚、うまっ、うまいなあ。おい、2個正解。へえ、タイムいきましょう。あ、ごめんなさい、いきなり、いきなり、今の後半早速ピン入る。タイムでしたけどね、いやちょっとこれさらに更新するんちゃう。しっかり塊がやっぱ取れるってイメージですね。なんかやっぱ、まあ、私だけやけどね、うん、もうあの僕なんかいよいよちょっと必死になってきて、ちょっと喋る量減ってますからね今。ここで何でもいいからボーナスかチャンスチェリー引けるが。花君何してんの。あ、ディスカブちょっと楽しんでます。まああの今ボーナス中の楽曲選ぶのにすごい時間かけてました。なるほど、勝ちにいってないからね。本気でした。よし、うますぎるんすよ。やばいっす。これで記録更新ですね。765。あ、そうっすね、すげえ。よし、お、レギュラーからデッドタミット。もしかしたらこれも高設定特徴かもしれないですね。よし、これ決めときたい。あとないよ。よし、ない。よし、うまい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 、めちゃめちゃうまいっすね。うまいよ、いける、いける、俺いける。あかん、お、子役揃っても OK。 頼む。あ、マジか。うわー、よしよしよし、それなら追いつける。何枚ですか。さあ、何枚ですか、トリさん。ごめんなさい、808ですね。さすがにね、ちょっと一矢報いないと。僕何しに来たんって言われてもね、ちょっと困るんで。ちょっと爪痕をね、なんとかね。そうっすよ。僕も残したいですけど、なんか3位やったから来たみたいな感じになってるじゃないですか。え、金、え、金文字出てるじゃないですか。おお、熱っ。これひょっとしたら枚数伸ばせるんじゃん、ゲーム数的に。あ、引き継いでですか、ね、いや多分切れてると思いますけどね。切れてる、いいよ。引き継いでくれてたらいいけどな。ね、
有利区間の切れ目ってどこなんですかね、これ。今までなら AT 終了の引き戻しゾーンの、まあ、4、5ゲーム終わったら切れてます。あとボーナス5とかひょっとしたらもう終わってる。そうですね、終わってるか。よかった。危ない。よかった。いやもうあれ以上引き継がれたらちょっともう戦意喪失しちゃうんで。お、チャンスでリプレイってことは多分これチャンスチリじゃないの。そうね、分かってきたぞ。いよいよ。さあトミーさん、僕500枚超えました。ちょっと背中見えました。そうっすね。あの僕、まあ、収録自分の番組でさせてもらう時も、はい、すごい後半型なんですよ。なるほどね、はい、ようやくじゃあエンジンがかかってきたというところでかもしれないです ね。頼む。よし。おお、やばい。来てる来てる。厳しい厳しい厳しい。いやちょっとやばいかな。ベル1回だけ。いや終わっちゃった。591枚、はい、青。よかった。おお、ディスカップしよう。ビタ押しのやつでいきましょう、はい、高みの見物といこうか。このビタ押しボーナス、あのスコア出るんですけど、はいはいはい、確か台ごとにあの歴代トップ3ぐらいの記録が残るはずなんで。なるほど、はい、ちょっと見せてください。おい、おお、あれ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 。よし、え、おお、マーベラス。さあ1万5000って C。 C。 なるほど。だからこれでおまけ要素として、はいはい、こういうこともできるよっていうのが、ね、これいいっすね。だからなんか夜にフラット行って一回ビッグ引いてみたいな、ほんまにディスカップみたいな、ね、遊び方もできますね。キャラリンとかポンかな。こうだ。おー、パネルが、まあ、これさすがにでしょう。ボーナスでしょ、さすがに。さすがにね。あ、に、あい、これがリーチ目ね。え、ちょっともう一回あのビタ押しあっていいですか。あ、どうぞどうぞ。あ、来た来た来た。ビタ押しできず。どうしてできず何枚出せば今罰ゲームは回避ですか。それは教えられませんねじゃあとりあえずじゃあ1000枚出します。いっぱいですね。お、めちゃめちゃうまい。さあ今のところどうだい。さあこれね、押し順ベル引けばいいですよ。対応してる。で例えば1なら左中右の押し順ベルなんですよ。さあ2分1 これでもクリアできることあるんですけど、だいぶ厳しいですね。197終了ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか。楽しかったんですけど、そうですね、なんかすごい中途半端やったなって。なるほど。僕はね、まあ、まあ言うても2時間、ね、ぐらいの遊戯になって、ね、なかなかね全てこのいいとこ見せきれるかっていうとちょっと難しいことですけどね。どうでしたか。いや僕はもうずっと通常回しただけなんで、ディスクアップ楽しい。いや、まあ、感想はあのディスクアップ楽しいですねじゃあ結果をちょっと振り返っていきたいと思います。はい、私からいきますね。はい、お願いします。私が808枚と、はい、いうことですね。はい、そして僕が、はい、591枚。はい、はい、で僕が、298枚弱っ。ずっと通常やってましたからね。ってことで、ね、もう罰ゲームはタダミ君に決まりですよ。よっ、早く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 。なんかいつも泣きの1回言うてやってましたよね。ちょっとあれやりません。やりませんというかやらせてください。
ょ、聖帝十字寮がちょっと呼んでるから。え、呼んでない、呼んでないです、呼んでないです。しゃあなしやで。しゃあなしですか。3位に免じてディスクアップ選手権の3位に免じてもしゃあないね。ありがとうございます。投げの1回ということで、どういう対決でしょうかね、今回は。お絵かき勝負。お絵かき勝負。はい、皆さんご準備は大丈夫でしょうか。大丈夫です、はい。まあ、一応最後は私がいつも出すという展開になっておりますので。あ、なるほど、こちらからいきましょうかね。では、私から。あ、はい、いいですか。もうザ普通なんで。いや、もう負けたくないから普通で、はい、なるほど、シンプルに分かりやすいエイリアンをね。はい、分かりやすいエイリアンを、はいはい、じゃあドン。お願いします。はい、はい、私ね、めっちゃ絵心ないんですよ。壊れたクレイジーギアみたいになってますけどね。はい、ありがとうございます。では善治さん、はい、お願いします。この書いたエリアンは、はい、ドン。おもい。おお、なんか、まあ、これはキャラクターっぽい句はなりましたな。わかりやすい、これはすごい。じゃあ最後、私が取りということで、世界のね、スポーツの祭典がございまして、それをちょっとイメージして、この、はい、クラウチングスタートするエリアンということで。ふざけてますね。え、しかも全部裸っていう。てか、まあ、変質者です、ね、なるほど。だいぶやばいし、パンツ盗んで逃げる人みたいな、戦車、はい、僕じゃないですか、これダメなの。じゃあゴリ課長、じゃあちょっとジャッジしてもらえますか、はい、凪の1回お願いします。おい、そういうとこってことで、私が敗者というとこですね。罰ゲームは何でしょうか。リアルに嫌な罰ゲームですね。リアルなやつですね。はい、では、まあ私が罰ゲーム負けたということで、初恋の人を思い浮かべながら恋文を書くという罰ゲーム書きます。いった、うっと、ええいった。何やってんですか。ビリビリペンや、それ。いや、絶対嘘でしょ。いや、やってみよ。はい、今回の罰ゲームはそういう罰ゲームやったのか。ガハッ、おしさん、ぬくもりを。罰ゲームも終了ということで、はい、未だにちょっとしびれも残ってるような感じですけど、まあ最後にね、はい、まあ、締めとしてツインエンジェル歌わせていただきましたけど、まあ、どうだったかなというのをね、はい、お二方にちょっとコメントをいただいて締めたいと思います。はい、はい、では頼みますから。はい、はい、まあ、6号機のある中で、まあ、ゲーム数解除とかじゃなくて自分の引きでどうにかなる台なんで、引くもんさえ引ければ出玉も増える、なるほど、でデートタイムもいけるっていうハッピーな感じになるんですけど、今日ちょっと何も引けないっていう ね、 いいとこ見せれなかったね。何をやってんやと。まあ3位のために来ただけになっちゃいました。本当に、いやいや、ありがとうございます。ありがとうございました。善治さん、お願いします。はい、なんか6号機になったとはいえ、まあ、かなりツインエンジェル売ってるなっていう感じだったんで、で今日、まあ、短い時間やったんでフリーズとか、うん、まあ、エンディングとか引きたいなっていうところまだまだ引けてなかったんで、引き続き導入されてからちょっと売ってみようかなと思いますね。皆さんもぜひ売っていただければと思います。ありがとうございます。それでは、はい、また次回お目にかかりたいと思います。ありがとうございました。